どうみなさんこんばんは、夏目さんちのけんです。ということで、皆さんこちらね、これどこかわかんないと思うんですけど、新居の2階の漫画部屋の床です。そう、なんでそんなとこで動画撮ってんのって話なんですけれども、今さやがいないと、さやがいないということはドッキリでございます。いや、しかもね、今ね、これさやさんが何をしてるかというとですね、さやさんはっていう動画をね、今撮ってまして、で、さやさんがちょうどその撮影で、撮影部屋ね、ちょっとルームツアーね、そう、ルームツアー見てない方あれなんですけど、こちら夏目さんちのルームツアー、新居のルームツアーで出てたと思うんですが、部屋が防音仕様になってるんですよ。こっちの声もあっちに伝わりづらい、あっちの声もこっちに伝わりづらいというような、非常に素晴らしい、なんかこう密閉感になってるんですけども、そのおかげで今さやさんが撮影をしているので、その中に入ってるわけです。なのでやっとオープニングが撮れる。ちょっとこれめちゃくちゃギリギリなんですが、何をやっていくかと言いますと、まあ、夏目さんちのシリーズで、まあね、たくさんこうミリシラお絵描きシリーズっていうね、1ミリも知らないキャラ、名前からキャラデザ当てられる説っていう、ふざけた企画があるんですけれども、それを逆手に取りまして、今回やっていく企画はこちら。そもそもミリシラお絵描き対決なんだから、架空の大人気漫画でミリシラお絵描き対決しても1ミリも知らないからバレない説。はい、ということですよ皆さん。まあ、タイトルを聞いたことはあるよとか、漫画の名前は知ってるとかはあるんだけど、まだ読めてないみたいな、まあそういう時にやったね、企画だったりするんですけど、まあ最近はね、なんかこう夏目さんちね、まあいいことだよ、いいことなんですけど、結構読んでるのよ。まあ、なんかね、最近こう意識してたくさんいろんな作品に触れたいなっていうのが、なんかね、前ちょっといろいろ時間がないとか言い訳にして読まなかったりねする時期があったんですけど、最近はお互い映画もたくさん見たり、本もたくさん読んだり、漫画もたくさん読んだりっていうのを意識して楽しんでるんですよ。となってくるとね、ミリシラの作品ってね、ほぼなくなってきたんですよね。ミリシラお絵描き対決がね、皆さんやってくださいって結構いただくんですけど、結構知ってるのが多くて、もうだいぶ知ってきてしまってるので、今回はそれをもうね、もうなんか悪ノリというか、いや、そもそもミリシラお絵描き対決なんだから、1ミリも知らん漫画だったら、僕がクソ適当に考えた設定の新しい大人気漫画という設定でミリシラお絵描き対決してもバレないんじゃねえかと思ったわけですよ。てか絶対バレないんじゃないんでしょうか、これは。結構自信があるんだけど、まあ、今回はそれを検証していきたいというか、まあ、モニタリング企画というかね、ドッキリしていきたいと思います。で、そしてですね、今回なんと案件でございます。いや、もう何案件ってって話でしょ。まあ、いろんなゲームとかね、漫画とかのご紹介案件だったら、なんかミリシラやるのもわかるでしょ。でも今回は存在しない漫画なわけです。で、今回何の案件かと言いますと、今回はパラレルの案件でございます。ありがとうございます。パラレルさん、ありがとうございます。結構もうね、知ってる方は若い人のが特に多いかなと思うんですよ。そうね、10代の子とか、あとまあよくゲームやる子とかはね、知ってる方多いかもしれないんですけれども、パラレルっていうね、通話アプリがあるんですよ。そう、パラレルっていう通話アプリは、まあざっくり言うと、仲のいい友達と通話しながら遊べるっていう通話アプリなんですよ。まあそこが特徴的っていうか、面白いところで、通話が盛り上がるめちゃくちゃね、面白いパーティーゲーム、お絵かき伝言ゲームとかもあるし、カラオケとか、あと音楽一緒に聴けちゃったりとか、あと YouTube の動画も一緒に見れたりとか、もうそれが完全無料で楽しめるっていうね、なんかね、なんともこうエンタメ特化した通話アプリっていうのがあって、でこれがねめちゃくちゃねいいんですよ。そう、夏目さんちも僕今回ね案件でいただいて、まあなんとなく名前は聞いてたんだけど、まあ、実際僕も使ってみて、これ楽しいなということで、ね、まあこの動画の終わりの方でね、チーム夏目さんちで普通になんかゲームして遊ぼうかなと思ってるんですけど、まあそれもね多分ねめちゃめちゃ面白いんですが、まあその前にですよ、なんかいろいろ紹介できないかなと思ったんだけど、まあその前にこっちもちょっとゲームを仕掛けてやろうじゃないかと、そしたらねパラレルのね、アプリのね会社さんがめちゃくちゃ面白そうですねということで、悪乗りに乗っかってくださったので、今回はパラレルっていうタイトルの新しい大人気漫画を僕が勝手に考えますが、影も形もないので頭の中にある設定だけで考えます。なので今回は僕がそのパラレルというタイトルの大人気漫画の設定とキャラクター3人、いつもミリシラお絵描き対決はキャラクター3人でやっているので、なのでその今回もその3人のキャラクター、主人公、ヒロイン、ライバルか、まあ敵っていうラインをちょっとね考えて、さやさんにドッキリというかやっていこうかなと思います。この漫画が熱い第2位の今注目の漫画、累計発行部数は300万部、このあたりでちょっと紹介していこうかなと思います。パラレルってタイトルだから、ちょっと SF 漫画っぽい、今熱い SF みたいな感じで
考えていきたいな。普通にそれを考えるのが楽しみだよ。果たしてさやさんは気づくことができるんでしょうか。それでは早速やっていこうと思います。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのけんです。どうしようどうしよう、元気ないっていう感じなかった、座れたっていうぐらい第45回セバスニアン選定試験司会を突き飛ばさせていただきます座れた3日今日はそのままでいくか。なんでこれ言わせてくれないんですか。たまにはいいんじゃない、そういうオープニングも。そうということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。本当に言わせてくれなかったここもなしということでもう何もなくなっちゃったまあということで、はい、本日、はい、こちらです。ミリシラ久々、久しぶりだね、ミリシラ。久々じゃないですかね、うん、ミリシラはだいぶ。そんなわけで、はい、今回ミリシラお絵かき対決なんですが、そうなんです。もう最近話題沸騰らしい、はい、パラレルの友人。そう、久々にタイトルもタイトルも知らない。ちょっと聞いたことある？聞いたことない。なんかゲイさんが最近これすごい人気みたいだからやろっかって言ってくれて、うん、全然知らなくて、なんだけ令和やめてんのかと思ったもん。一瞬やめてんじゃないかな、やめてたかてなわけで、うん、今回もチーム夏目さんちのね、ベベさんから、はい、僕たちが知れないように、うん、あらかじめキャラクターの名前と、はい、大体のあらすじじゃないんだけど、うんうん、ちょっと世界観の端っこも書いてもらいました。今回結構情報あるんじゃない？そうね、今までは漫画タイトルとキャラ名だったじゃないですか、うん、だけど今回はこれちょっとストーリーちょっとだけ、はい、どんな世界観かっていうのを最初にちょっと知ってから始めようかな。おー、じゃあ今から早速ね、そのパラレルの友人っていう、パラユーっていうのかな、パラジン、パラジン、うん、こう上と下をこうパラレルな友人、パラジン、パラジンね。なんて略すんだろう、わかんない、なんて略すんだろうね。夏目さんちもどこぞの界隈ではなんちって略されてるみたいだしね、うん、どこの界隈ですかしかもですよ、まあ発行部数だけが全てじゃないけど、うん、累計発行部数今300万部です。すごい、すごい。なんで知らないんだろうね、さやさん。なんで知らないんやろか、ね、うん、でもまあ僕も知らなかったから。でも最近確かに、でも本屋さんは行ってないかもしれない。いやまあそれはそうだね。ツイッターとかで広告に出てくる気になった漫画ばっかり読んでるから、うんうんうん、最新漫画とかは読んでるかもしれないな。まあね、確かに昔のさ読めてなかった名作とかね、うんうんうん、そういうの読んでることが多いからね、うんうん、最近は。あ、そう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 。ということで世界観のヒント、これね用意してもらいました。はい、東暦2021年、中国の小学校で授業前は31人だった児童が授業の終わりには2倍の62人に増える事件が起こる。どういうこと？増えた児童に顔はなかった。え、怖っ。その出来事を皮切りに世界同時多発的に15歳以下の子供たち全員にのっぺらぼうが誕生するが、てんてんてん。何それ、っていう漫画らしいですよ。ちょっとゾワッとしない？だってあれでしょ、先生がさ、うん、はい、じゃあここテストに出るからみんなちゃんとノート取ってね、カカカカカカ、今振り向く。そしたらクラスに倍にいて、しかも全部片方はのっぺらぼうって、え、クソ怖え、クソ怖えてな背景がありつつのミリシラ大学期対決。パラレルの友人っていうの、はい、パラレルの友人の部分に当たるのがそののっぺらぼうってことなのかな。まあそれもわからないね。でもさ、この流れと文脈だとさ、うん、そういう感じするよね。なんかそんな感じする、ね、パラレルってだってさ、平行とかさ、あー、そうそうそう、並列とかそういう意味じゃない、平行世界とかのさ、そうそうそう、イメージ、パラレルワールドとかって。そう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 。まあ早速1回戦目やっていきますか。さあということで、1回戦目はこちら、かなためぐみ、かなためぐみちゃん、めぐみちゃんヒロインかな、めぐみくん、いやそうそうそう某伏黒めぐみの、うん、あれで男の子かつ主人公の説もあるよ。はい、じゃあ10分間、はい、ちょっとヒリヒリとしてるのかわからん世界観のかなためぐみ、スタート。俺は組んでいくわ。嘘、うん、じゃあ分けてやっこ。でもさ、最後聞いてて思ったと思うんだけどさ、うんうん、めっちゃ僕好きそうじゃない？いや、すっごい好きそう。今すぐに読みたいんだけど、うんうん、っていうかなんかさ、その冒頭あらすじとかさ、うん、めっちゃゲイさん考えそう。いや、わかるわかる自分で書いたんかなと思ったもん。でもさ、うん、普通に考えてさ、うん、お肉って美味しいよね。そう、本当に普通に考えてるで、本題は忘れちゃったよ、もうお肉のせいであ、見て、リストバンドっていう平成の産物。あ、平成、ちょっとこうパラレルな感じで。何パラレル、平成時代をパラレルって呼ぶな、お前。平成は存在しなかったみたいじゃないか。やめろよ、したよ、すごくちゃんと30年間存在したよ、平成は。31年でした。俺の中で失われた1年かさあということで、1回戦目10分間
かなためぐみ、せーの、でん。え、かっこよ、うん、めぐみくんだね、げんさんの。僕はめぐみくんですね。あと前髪鬱陶しいタイプの男子ですね。一応これ主人公のつもり。え、私も主人公のつもり。あ、主人公で、あ、女の子が主人公ってことね。あ、そう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 、はいはい、いや、こいつはもうでもさっきさやが言ったみたいな感じで、世界でこうバッとこういろんなものが出てきた時に、うんうん、この後ろ側のあのパラレルっていうさ、あ、うんうん、自分の分身みたいな感じで出てるからさ、うんうん、ちゃんと具現化してこう出てるようなイメージで出てるんだけども、うんうん、はい、性格が真逆のやつが出てきちゃうみたいな設定。あ、こいつにも人格があるんだ。そうっていうイメージで書いた、うん、あ、こいつは後ろでなんかギャーギャー喋るというかバディモノみたいな。あー、面白いってな感じ。え、なんか最近人気の作品って、うん、ポップな色使いが多い。あ、まあね、まあね、イメージがあったので、うん、そのイメージに合うちょっとデザインをちょっと考えてみた。かつ個人的にはこの子には、うんうんうん、そののっぺらぼうがいないっていうイメージだ。だからちょっとアウトローなの、うんうんうん、みんなと違うみたいな。あ、世界中の子供にその子ののっぺらぼうが生まれたけど、そうだけど、いないんだ。そう、この子にはいないみたいな。はいはいはい、あ、うんうん、でも確かに主人公ってそうであってほしい感じあるな。あ、そうそうそう。でもちょっとクールそうに見えるけど、はいはい、明るいやんちゃなお茶目な女の子。はい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 、はい、いいね、真逆ですけど。いや、ブレイン的にここ仲良くなりそうだ、うん、確かに。クムメグミズ、クムダッサこっちもめぐみちゃん、こっちもめぐみくん、うん、いい、うん、でもさ、一人しかいねえんだよはい、で次行く前にですね、1回戦目が終わったら見るヒントっていうのが、え、何それ、面白い、はい、かなためぐみのセリフをもらってます、うん、ちょっと見ますね、はい、こいつのセリフ、はい、なんて言ってるんですか。え、僕はか、はい、これはくんだな。僕は君のパラレルだっつって、パラレルだって言ってるから、うん、存在だよね、やっぱな。いや、そういうことだね。てかパラレルっていう存在、うん、存在してる、うん、なんかこう用語じゃないけどね、うん、そういう生き物なんだね、うん、そうね。じゃあちょっと謎は深まったけど、僕っ子の可能性も、僕っ子はまあ捨てきれんことはないから、捨てがたい捨てがたいはそれ希望なんだただの願望。さあ2回戦目いきましょう。うわ、では2回戦目、シャケフレーク、はい、2回戦カブのカップでふざけたキャラメになるのだと。カタカナだ。ミリシアドローレス、ドローレス、好奇じゃない、なんか響きが好奇だね。ね、これさ、うん、女の子だよね。女の子だと思う、これはね。でちなみにですね、今回からねセリフのヒントももらえるらしいです。あ、もういいんですか、はい、冒頭最初から。そう、最初からセリフのヒントがあるらしいです、うん、はい。これね、ちょっと面白くて笑っちゃったんだけどさ、うん、これ笑っちゃうのは、はい、僕たちのせいだよ風が強いわ。これね、あの作中に出てるらしいです奇跡の一致ね。奇跡の一致なのよ。はい、あのご存知ない方は、あのこのね、こちらの動画の時にさやさんがふざけてなんか風が強いわねじゃあこの漫画のどういうシーンで言ってるのか知らんけど、はい、出てきてるらしい。てなわけで、奇跡の一致を見せたさやさん、ここでも一致を見せることができるのでしょうか。よーいスタート。ねえなんかちょっとお嬢様感あるんだよ。あ、そう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 、お嬢様キャラ感ないな。うん、ある。絶対さ、別の国のパラレルのそのさ、だって冒頭でさ、あ、そうだって全世界でっていう、だって別の国だったよね。中国ってなかった最初。あ、そう、最初出てきたのは、うんうん、中国だったからね。この風が強いわねってさ、ちょっと大人びたセリフだから、それを小さい子が言っていたら可愛いなっていう、もしかして。やめてよ、俺だって今幼女描こうとしたのに。君は僕のパラレルかうるせえな怒られるんだって。覚えた言葉すぐ使いたくなっちゃう。はいはい。さあ、ということで2回戦目、ミリシアドローレス、はい、せーの、ドン。お姉様、ちょっとなんかさやに幼女取られたからさ、いや取っちゃった。金髪青目の外国出身の日本人じゃないんだけど、はいはい、でもイタコです。うわー、イタコなんや、はいはい、だからこういうワードとかで、なるほど、ね、自然の力をこう読み取ってみたいなとかに敏感で、うんうんうん、だけどなんか8歳ぐらい。あー、うん、何それ、いい子じゃん。いや、そうよ、好きは好きは好きよこの子。でさ、なんかさ、はいはい、のっぺらぼうのもう一人の自分がいるっていう、はいはい、こう不思議な世界の中で、うん、霊っていうものと、わー、なるほどね。そうそうそう、パラレルっていうのがそもそも何の存在なのかっていうのがね。あ、そう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 、霊的な存在なのかね、うん、完全にこう科学的な存在なのかね、うん、それ分かってないもんね。で、この子8
歳だからそのパラレルが出る年齢層の中に入ってるけど、はい、この子もまたパラレルがなぜかいな い, っていう、はあはあ、あじゃあ主人公っていうかの周りではいない子が多いみたいな。あそうそう、なんかこう主人公の仲間の一人みたいなイメージ、うんうん、賢い、めっちゃ賢い、ね、だけど肝心な時だけ子供になっちゃうみたいな気持ちが濃い。先生、パラレルの友人の話で言うと問題あるので先生、はい、オリジナルで、はい、パラレルの自分がもう一人出てきちゃいました。誰か握手してください。あ、パラレルの自分がもう一人出てきちゃいました。やかましい。はい、僕がこれです。ゲイさんすごいお姉さん、バイクです。バイクのヘルメット、ごめん時間なくてかけなかったんだけど、うんうんうん、これライダースジャケットみたいなね、はい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 、あのバイクから降りて一言です。かっこいい、かっこいいでしょ。風が強い、金髪の、うん、サラサラのブロンドヘア、うん、でも黒髪です。この人もあ、黒なんだ、染めたの、完全にブリッジしてるだけです。あー、そういう、かわいい、うん、このミリシアドローレスは、うん、あのミリシアドローレスって名乗ってるだけなんです。日本人の人ではないんだけども、はい、日本語を漫画で勉強してしまったお姉さんです。で、結構そこに憧れが強くて中二病なんだね。だからこんなセリフも言っちゃうんじゃないかなという、そういうお姉さんです。え、この人ちょっと漫画の中で話してるみたいわ。主人公の元に颯爽と現れるちょっと痛いお姉さんです、うん、でも強い女、いい、めっちゃいい、いやでも2人ともこれいいんだけど、ミリも合ってるかどうかは分からん。いや分からん、風が強いだけだ。はい、ではでは、はい、3回戦目でございます。お名前を教えてください。お名前はこちら、イノヒザタケル。そう、イノヒザタケル、タケリュー、やめなさい。タケルくん、はい、これは男の子でしょ。これは男の子だと思いますよ。うん、イノヒザタケルくん、はい、セリフです。はい、めっちゃ笑っちゃうよ。好きそうなキャラクターだよ、このピーポーピーポー。何が駆けつけたんだよ。何が。ショウタです、通してください、ショウタです。信号をね、突っ切ってね。これは少年ではないですか。ぽいな。じゃあ10分間、はい、いきますよ。イノヒザタケル、よーいスタート。これ早い早い、よどみない手が。あんたって呼んでくるショタ好きだな。いやでもね、一番好きなのね、あなたなんだけどね、うん、すみません、僕らお姉さんになっていただけませんか。すみません、僕らお姉さんになっていただけませんか。こういうのが好きなの。セリフ変えんねん。これなんで、セリフは。姉さん姉さん、いつでもなるからね。何？ほんまにさ、こいつです。間違いなく。あ、間違えちゃった。間違いなくお前だ。膝出さない。嘘、さやさんが。そう、井の膝くんって言うけど膝出さない。さやさんともあろうものが何を出すの。片っぽしか出さない。出してんじゃん。この感じのキャラクターで、はいはい、膝を出さないとちょっと誰から、うちなり自分と戦うんだよ。はい、さあということで第3回戦目、イノヒザタケル、タケル、せーの、でダブルショット決まりました。これは高得点ですよ。これは芸術点高いですね。何なんですか、はい、そういう競技じゃない。え、めっちゃ強そうなんだけど、これ体育倉庫ですね。体育倉庫でこう逆光で、うん、そう逆光でちょっと上から行ってきてる、うんうん、何なのそいつは。こいつ何なんだろうね。なんで姉さんになってほしいんだろうね。姉さんになってほしい理由みじも考えてないんだけど。いやもうなんかね、うん、姉さんになってよって来てるぐらいだからさ、うん、都合のいい存在が欲しいタイプなんだろうなっていう。ああそうね、うん、感じなんじゃないかなと思うんだけど、どっちかって悪役、悪役なのかな。後からいいやつになって好かれるタイプのキャラであってほしい。あーでもそれはありそう。あの大学生ぐらいの教育実習に来てる女の先生に言ってる、これ、うん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 、え、てかさ、教室とかだとさ、うん、結構こうおどおどしてさ、そう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 、先生とかがさ結構ご心配に、ね、そうなっちゃうような子なんだけど、優等生みたいな。あ、そうそう、でも優等生っぽい子なんだけど、うんうん、いきなり体育倉庫に呼び出されてこれですよ、このフェイスですよ、はい、はい、てなわけです。あーいいわ。どう、初夏ソムリエのさやさん的に、ね、いいですね、このあ膝の足を組んでてここにこう手をそっていいです。そこ大変高いですね。 そこなんだ。ここ25点ですね、はい、でけえな。じゃあ名札とかもすごくいいと思います、うん、はい、25点です。墓履いて。はい、はい
はい、さやさんは何これ。これクソ悪役だと思って。なんか中国系じゃん、しかも。そうそう、ちょっと悩んだんだけど、パラレルだから別人になれるみたいなので、なんかそういう研究をしてるやべえ研究者が外国から日本に来て最初に出会った小学生ならん中学生の井上たけるくん、たまたま出会ってしまっただけの井上たけるくんに乗っ取って井上たけるを名乗っているという。うわ、まあ、お姉さんっていうのはここにこのカタカナ4文字でパトロンってつくんですけど、研究費を出してくれるお姉さんを探してる。やだなっていうので、なるほど、ね、こっちこの倒れてるもう一人が、はい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 、これが本物の井上たけるくんみたいなイメージだったの。これこういう感じの子いいね。というわけでね、はい、てなわけで3回戦やってきたんですが、はい、パラレルの友人、答え合わせいきますか。答え合わせいきましょう、はい、じゃあ1回戦目のこちら、はい、かなためぐみくん、かなためぐみくん、かちゃん、かちゃん、正解はこちらです。はい、これ、さやさん、はい、大正解です。どういうことそんなわけがない、そんなわけがない。さやさんすごい、はい、大正解なんですよ。嘘嘘嘘、え、どういうこと。すごいさ、ドンピシャ。そんな米農家だった、うん、本当にそんなわけない。そうさ、正解なんだって。だって、はい、パラレルの友人なんて漫画は存在しないんだから。全員いない。かなためぐみもミリシアドロレスも、はい、イノヒザタケルも存在しない。パラレルの友人は架空の漫画だからだ。うわ、ということで今回の企画、ミリシラだったら架空の漫画でミリシラ対決してもミリシラだから絶対バレない説。うそー。え、じゃあめぐみちゃんでもめぐみくんでもでよかったってこと。どっちもいいですよ。そんな最初は真面目にやって、うん、ここから僕はちょっとずつ変なことを出してたわけよミリシアドローレスももじってるだけだからミリシラドローイングっていうふざけてやがるなこいつ気づくか。これは生まれてよかった。ノイザタケルは MVP だよ。もう嘘でもいい、嘘でもいい、もういなくてもいい、いてほしい。なんかそれが物語みたいになってきたじゃあこれはあの明らかにさやを狙いすぎでしょうっていうキャラを僕が作っただけなんです。このイノヒザって、まあ、実際あるな苗字らしいですけど、はい、膝が入ってる苗字。あー、うんうんうん、かつさやさんにドンピシャで刺すセリフを僕は書いたと思ったんだけど、さや、うん、さんになんか添削されちゃったからすいませんとかの方がいいなうるせえなこいつって思ってはい、ということで今回、え、何パラレルの友人ってどっから出てきたの。パラレルの友人案件でございますということで、こちらのパラレルというアプリを使って今からさやさんとチームなずめさんちと一緒に遊んでいこうと思います。消しカスを投げない消しカス投げんじゃない。嘘ださあ、ということでさやさんにね無事ドッキリを仕掛けたということで、今からパラレルでちょっとまあなんかね遊んでいこうかなと思うんですけど、仲いい友達とまあ通話をしながら遊べるアプリなわけです、うん、これ、はい、その友達とのグループにそのままポンって入れば通話が勝手に始まるみたいな。じゃあ部屋作って入ってるからみたいな感じよね。通話が盛り上がる定番パーティーゲームやカラオケ、音楽、動画全部無料で楽しめるっていうわけですよ。はい、そして集まったここ4人の勇士たちよ。なんかこのさ、チーム夏目さんちの中でもさ、なんでこの4人みたいな不思議な集まり方してるんですけど、うん、ゲームやります。いいワンテンポ遅くなんだよじゃじゃーん、これあの一覧なんですけど結構あるのよ、はいはい、早押しバトルとか黒ひげ危機一発、はいはい、人狼ゲームとか、ね、お絵かきシリーズとか。人狼もあるんだ。そうそうそう、まあ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 、まず景気づけでまずこいつでしょ。生き残れるかどうかは運次第。頑張りましょう全然緊張感ない。これからね、うん、めっちゃ回るぐるぐる。そうだよ、すごい。なお確率は2分の1になってますので気をつけてくださいね。なにこれ、なにサイさんが設定したの。そうだよ。迷いな。あ、ごめん。なんで最初に当たってしまうの。待って待って、なんでベベそんな使いこなしてんの。練習した。すごい、どこにいるの。どこにいるの今。どこでやってんのゲーム。やったるで。これちょっと待って。
穴の数ってさ、ハズレの数おかしいって、鬼畜すぎない？おかしいってこれ、幸運すぎるでしょ。パワーじゃないのよ。なんでこんなバランスのいいゲームをクソゲーにすんのよ。もう盛り上がることがお分かりいただけたでしょうかという感じですね。まあそうね、うん、次はこちら、ででん、お絵かきしりとりだよ。はい、得意なやつね。うん、でもこれスマホで指で書くからさ、うん、得意もクソもなくない。そうだよ、ね、レッツゴー。はい、ゆはらさんからよ。えよ、もう始まってる、もう始まってる、始まってるよ、始まってるよ、始まってるよ。あ、途中で見れるんだ。あ、分かる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 、すごいすごい。え、これわかる？これわかるかな？え、わかるわかる。あ、わかんない。わかる。え、でも、ゆさやさん、それアウトじゃない？え、待って、待って、終わってない？待って、待って。落ちた。ゆさやさん。悪気はなかったんですよ。リー。いや、リーはいける、リーはいける。リーはいける。あー、定番。ナイス、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 ナイス。素晴らしい、素晴らしい。嘘だろ、お前。ベベ、わかってるよね？大丈夫、なになになにな、ちょっと頼む、ね、頼むじゃないよ。お、いいね。爪、メダカ、あ、やっぱカラス。やっぱそういうことか。カラスだよね、どう見ても。カラス。いや、そう、カラスだと思ったのよ。ちなみにさっきから、ね、遊んでいるね、このボイスチェンジ機能なんですけどもね。はい、17種類のボイスチェンジが選べるんですよ、こんな感じで。まあ、あと自分だけのね、こうボイスチェンジをこうやってね、カスタムで作ることもできると。いろいろあるね。ね、すごい。何がいいかしら。じゃあこれにしよう。スタート。あれ、でも一人で始まったよね。一人でどこまでいけるかってやつじゃない。え、ベベ5だから。イエーイ、1。ちょっともう一回言いたい。ガチの人おるやん。いや、こういうシンプルなゲームが結局一番面白かったりするんだよ、ね、いや、そうそう、うん、俺ちょっと正直トイジャンプマスターになりつつあるよ。次回の動画から僕トイジャンパーのゲームかもしれん、マジで。みんなマジで、あの吠え面描くから見てて。いや、やばほら。え、どうやったら90いくのこれ。マジでトイジャンパーだったんだけど。めちゃくちゃうまくいった。いや、よかった、楽しい。うん、集中タイマーとか画面共有っていうね、あのアプリとかもあるから、お絵かきの作業通話とかにもいいんじゃないですか、これ。ホワイトボード、なんか懐かしいエチャットみたいな。最後さやさん書いてよ、さやさん。いいよ。やばい、何かが寄ってきてる。いやまあ、てなことで今回紹介させていただきましたパラレル、はい、概要欄から皆さんぜひチェックしてみてください。そしてゲンさんのトイジャンパーの記録をぜひみんな、はい、2回目でこの記録を出したので、ぜひね、僕の記録に2回目で挑戦してみてください。はい、ということでさやさん、はい、はい、大変腑に落ちませんか。何でしたっけ、パラレル岩崎ちゃんでしたっけ。違いますよ。誰です、誰ですか、そのお笑い芸人さんみたいな。パラレルの友人の、はい、多分主人公の女の子ね、さや、はい、さんが、そうね、めぐみちゃんですね。めぐみちゃんですね、はい、うん、まあ、これで正解ですよ、別に。これが公式、抜け抜けと。これが公式よ、皆さん覚えて帰ってください。あの、はい、せっかくなんでさやさんが書いてくれました。そうなんですよ、はい、もうゲイさんその全部のね、うん、その撮影が終わって、はい、あのさやさんがなんかえっってなってなりながらも、うん、ゲイさんが、あ、じゃあさやさん、あのこの子すごい可愛いからサムネに書いてくれるって言われて、はい、ほうみたいな。いや、もう今回はね、はい、はい、もうさやさんに、うん、もう公式ですよ、パラレルの友人の主人公をデザインしていただきました。ありがとうございます。この口かー。はい、書かせていただきましたよ。もう色塗り入ってますが、そうですね、はい、あのちょっとね、この、はい、まあ一応、はい、なんだっけ、この漫画が熱い第2位ということでね、はい、いや、第3位です。あ、第3位です、すいません、はいはい、この漫画が熱いなんてもう存在しないですけど、あ、そうかそうか、はい、なんか熱い漫画の第2位だから、はい、第3位だとかということで、はい、そういうことです。なんか熱い。はい、ちょっとね、はい、漫画っぽくね、ペイで、そうね、うん、珍しく、最近には珍しく、はい、はい、G ペンでペイでもしてましたが、はい、でそれにいつも通りね、あの水彩色、はい、色鉛筆じゃないです、水彩でね、はい、あの色塗っておりますけれども、はい、この時もね、大変あの、うん、なんで私はこれを今描いてるんだろうなっていう気持ちで描いてましたけども。いや、でもいい、可愛いですよ。あ、そうそう、すごい可愛いデザインに、ね、そう、デザインね、もうそう、あの動画内でね、描いた時よりね、うん、もうちょっとこう、なんていうんですか、はいはい、
遊びましたね、イラストっぽく、はい、だけどなんか描きながらなんかこの服どうなってんのかなとかって思いながら自分でね、あ、そうそうそう、すごくないってこれパーカーなんか着てないんだよこれパーカー、え、え、ってなっはい、はい、でも色鉛筆でね、はいはいはい、かもう色鉛筆ないと描けないからさ、いやでもこの最後に色鉛筆入れてやっぱ雰囲気よね、うん、さあ、はい、ということで完成しました、はいはい、パラレル岩崎ちゃんです、はい、こちらはね、あの、かなためぐみちゃんでございます、はい、正式名称をちゃんと正しくお願いします、あ、すみませんすみませんすみません、はい、はい、サムネだとね、青だったんですけど、うん、はい、実はこんな色でした、みんなもよろしくね、パラレルの友人、好評発売してません、なんてこったい、まあ夏目さんち大概ね好評発売してませんなんですけど、好評発売してません、あのパラレルは好評配信中ですのでね、はい、あのアプリぜひダウンロードして皆さん使ってみてください、はい、パラレルの中のゲームもね、はい、すごい面白かったので、ね、はい、そういうことです、あの皆さんと並行してね友人とね、うん、遊んでください、だからパラレルの友人という名前にしました、この野郎。